これは何て言うんでしょうかね、あの YouTube チャンネル始めました。トマソンと申します。そして、はい、レペゼン杉並真帆です。はい、ということで、今日もはるばる杉並から真帆さんにお越しいただきました。このね、挨拶も懐かしいですね。お前の声の入り方もね、懐かしい、ね。もうこの真帆さんとやるときだけね、こんだけ声を張るんですけども、ポッドキャストをやっておりまして、かれこれ何年前ですか？もう3年前ぐらい。そうですね、3年前ぐらいに最後投稿したの、うん、ですね、なんか40回ぐらいやってたりね。大体3年ぐらいやってましたね。3年ぐらい、まあ、やってたんですよ。で、まあ、そのアーカイブはポッドキャストに上がってるんで、確認していただければ、大体どんな番組をやってたっていうのは分かるんですけど、そのなんか孫さん的になんか思い出の強い回とかあります？やっぱあれね、ベッドインのちゃんまいが来てるんだよね。セクシー地下アイドルベッドインのちゃんまいが来て、あのなんか普通の言葉がエロく発音の発声してもらうみたいなやつだったね、はい。オカルト岡村さん、昔修学旅行で気になっていた女の子と新幹線での道中での会話で今でも忘れられない言葉があります。ぜひロマンワード認定お願いしますとのことです。でこれ〇〇くんってなってるので、じゃあ南孫江くん、南孫江孫くん、孫くんがいいですね。じゃあ孫くんにしていただきます。じゃあお願いいたします。ねえねえ孫くん、駅弁ってなんかワクワクするね。おお。あれなんかなかなかラジオっぽかった。あれが一番反響があったの。あったっすよね。あのちゃんまいもいろいろとそのツイッターとかあるので拡散してくれた。ちなみにあれ、YouTube 版で撮れたりとかは難しいですかね。いやー、もうちょっとちゃんまい、もうベッドインも偉くなっちゃったからね。今ね、だからアルバムを出すためにクラファンやってるよ。あ、そうなんですね。そう、結構集まってたよ。何百万とか集まってたよ。じゃあ、僕らもこの更新頑張って、なんか登録者が例えば100人超えたらとか、200人超えたらとか、なんかちょっとこう形になったら、ちょっとアプローチ、そうだね、ね、してみてもいい。ある程度ね、やっぱ釣り合いな、釣り合わないよね。そうですよね。だからまあ似合う相手じゃないと相手少ないでしょ。企画自体はめちゃくちゃいい企画でしたもんね。そのちゃんまいに、うん、あのエロい言葉を、エロくないんだけどエロく聞こえる言葉、うん、エロく発声してもらう、ね、してもらう、うん、ちゃんまいはまあ相変わらずですよ。でもなんかこれついこの間もインスタのアカウントもバンされてて僕その吉岡里帆見るとすごいちゃんまい。本当になんかお前なんかわかりません。吉岡里帆ってあのゴンギツネの、ゴンギツネの吉岡里帆、ゴンギツネ、ドンギツネ、ドンギツネ、はい。結構ねなんかちゃんまいを彷彿とさせるというか、なんかねちゃんまいがね降りてきちゃうんですよ僕の中に。ね、登録者を何としてでもちょっとこう上半期ぐらいで、やっぱエロですか、フラスには。いや、やっぱエロ、食、猫。おお、もう大体そんな感じですけど、マコさんの愛猫。いや、ちょっとね、俺に懐いてないからね、全然言ってこないんだよね。マジで3匹いるんだけどさ、ね、本当にすごいよね、猫っていうのは。女性みたいだよね。いや、女性と一緒だって言い方ってまずいのかな。なんかもう全然俺に寄りついてくれない。それはもうリアルの女性と猫と同じ、同じじゃないもあったらね、うん、もうしょぼくれてますよ。しょぼくれてますか。もうね、孫さんといったらもうね、カルチャーのもう代名詞。今ね、外してたけど、サブカルとはサブカルのなんか、いやいやいや、といえどもやはりやっぱ孫さんから僕はサブカルチャーの勉強をしていきたいんで人生の、まあ、大先輩ですよ。先輩の真帆さんからこう勉強をしていこうっていう、まあ、企画が、まあ、先輩にも程があるよね、マジで。いや、これもね、だってお父さんでもおかしくないぐらいの。お父さんでもおかしくないですよ、ね、息子と同い年ですからね。お父さんでもおかしくないぐらいの人と今こう番組を、まあ、3年間やってて、これからまた始めようとしているっていう、まあ、それがね、うん、面白くなるか。まあでもちょっと1年頑張ってみます。なんか1年頑張ってそれで決めます長いな。王道は攻めちゃダメだと思ってて、やっぱりその王道っていうのはニッチなところだよね。そう、やっぱ競合がすごい多い。シティマンしか狙えないよね。その
ジメジメイズムというかその隙間を狙ってってそのコアなリスナーをの心をがっちり掴んでいくっていうのを、うんまあ、この YouTube でしちゃうわけですよ。じゃあまずタイトル決める。そうでタイトルをちょっとマコさんにリニューアルね、リニューアルするためにマコさんに事前にあのちょっと考えてきてくださいっていうふうに言っていたので考えてきましたよ。考えました。はい、発表していいですか。じゃあ早速発表してください。はい、新しいタイトルは、はい、ジメジメ大放送です。でもジメジメはまだまだ続くと、はいはい、ジメジメの伝説、はい、アイドルが大放送に、あ、いいですね、ジメジメバイオショーが大放送、はい、じゃあこれから、この、マコさんと僕がお送りする動画はジメジメ大放送、大放送ということで皆さん一つでよろしくお願いいたします。どうですか YouTube、 YouTube やったことあります？やったことあるわけないじゃないですか。見たこともないんですから。見たこともないですか。見たこともないんですか。見ないっていうかなんか仕事でちょっとそういうミュージックビデオとかを YouTube で見たりはするのもあるよ。はい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 。だけどその YouTuber っていう人がはい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 、なんかやってるのは見たことがないです。結構 YouTuber 侮るなかれと言いますか。いや YouTuber が今一番すごいですよ。影響力を今一番持ってるのは YouTuber と言われてますからね。もうそう、それは間違いないですよ。この間某有名 YouTuber の、はい、にプロモーションとか頼んだらいくらかかるのって聞いたら1000万ですねって言われました。マジっすか、1000万。はい、有名 YouTuber。 え、ヒカキン違う、こういうの言っちゃダメなんじゃないの、そういうこういうところで。そういう、いや、もうヒカキンで、ヒカキンでよりはもっと高いんじゃないですか。あ、そっか、でもまあ、トップ YouTuber になると、まあ、そう宣伝してもらうにそんぐらいお金が必要だって。そうそうそう、なんだ、我々もそうなってきたですね。そしたらね、それ何年も、俺死んじゃってんじゃないの。いや、どうなんですかね、でも孫さんのね、そのやっぱ僕はあの老後のことも心配していかなきゃいけないので、そうこの YouTube でやっぱりちょっと YouTube で、あれなんですかね、その収益があるんですか、私の老後は。いや、どうやら僕の調べによると収益化できるのは YouTube チャンネルの登録者数がまず1000超えることが、1000超えたらできる、一応収益化できます。で、そのいろんなその動画のジャンルによって1再生 0. 何円って決められてる。でだったらさ、 YouTube のなんか YouTube のアドレスとかあるでしょ、そのなんかだなんていうの、はいはいはい、シェアするみたいなんじゃん、はいはいはい、あれを知り合いに片っ端から送りつければいいんだよ。まあそういうやっぱ泥臭さみたいなのはこれから、まあ、必要になってくるとは思うんですね。そう、やっぱり泥臭いんですよ。今成功してる YouTuber の人たちは結構竹下通りにビラ配ったりとか、やっぱそういう泥臭さはやってますよね。なんか結構そうですよね。なんかそのメディアが変わっただけでやってることは結構泥臭かったりとか、うん、根性だったりしますよね、うん、なんだっけ、レペゼン地球とか、ある人とか別に、ある人が YouTuber？ あれも YouTuber ですね。YouTube っていうのだけが新しくて、なんかこう結構頑張り具合は結構昔からの頑張り具合ですね。初回はご挨拶みたいな感じになるんですけど、ね、はい、もうこれでなんか見てやめるっていう感じになる人もいるかもしれないですよね。でもね、これで見るのやめたらもったいないですよ。もしかしたらこのね、アラサーのこの髪がロン毛の男と、この還暦間近のお眼鏡をかけたおじさんのこの快進撃っていうのを、うん、これドキュメンタリーみたいなもんですよね。よかったら名前だけでも覚えて帰ってください。そうですね、毎週週1で配信したいなと思ってるんですけど、その曜日、その曜日決めましょうよ。この毎週何曜日の何時に配信するっていう、それ何曜日がいいの、みんながだって夜がいい。ただ YouTube 時間帯は、19時からだいたい9時ぐらいの間、21時ぐらいの間がなんかいいっていうふうには書いてありました、その一般的な。じゃあ21時とかがいいんじゃない。21時だから週の半ばの水曜日とか、水曜日9時、なんか やることなさそうな時。ああ、じゃあみんなが一番やる、週末はなんかやることあるでしょ。まあ、で月曜日ちょっとなんかもう仕事始めでなんかあれじゃない。はいはい。なんでほっと一息水曜日とか。いいですね。じゃあほっと一息水曜日の21時に
とりあえずは1年間毎日更新します。で、これ毎日更新できなかった暁には、僕とマンゴさんが坊主にしますので、いや坊主にしないけどね、よろしくお願いいたします。金髪します。はい、金髪します。はい、お願いします。では今日はこんな感じで、ありがとうございました。